今回の動画は前回表面磨きも終わりましたので、今回は内側の処理をクリア塗装でやっていきたいと思います。で、なぜ内側だけクリア塗るかと言いますと、スイングアームを取り付けてしまうと普段内側の磨きが多分やりにくいと思うんですよ。で、それも考えずにひたすら内側まで塗装の方を削ってしまって、ちょっとやらかしたなと思いました。で、クリア塗るならもう少し内側、これ粗削りの状態なんですが、肌の方を調整してクリアの方を塗っていきたいと思います。磨く前の現状はこんな感じです。ディスクペーパーで回転させながら削っていったので、傷がいろんな方向に入っています。で、これを空研ぎペーパーでこう均等に削っていきたいと思います。で、最初は240番のペーパーで磨いていきます。で、次は400番で磨いてクリアの方を塗っていきたいと思います。それでは磨いていきたいと思います。手で研磨して分かったんですが、ディスクペーパーでの傷が結構深く入ってるんですよね。全然気づきませんでした。今思ったんですが、粗削りからやり直せばいいと思いました。次は400番で磨いていきたいと思います。400番で磨いていきます。塗装と違ってなかなか削れなくて苦労しました。とりあえず磨きの方終わりました。で、こんな感じにしました。傷の線をこう直線的に磨いて整えました。ちょっとね、角度変えるとあれから頑張って削ってみたんですが、まだこういうくぼみとかのところは取れてないです。このままもうクリアの方いきたいと思います。次はマスキングしてクリアの方拭いていきたいと思います。マスキングの方もできたので、今から密着炉の方を拭いていきたいと思います。
20分ぐらい置いてからクリアの方を拭いていきたいと思います。今からクリアの方を拭いていきたいと思います。今回は2回でクリアの方を終わりたいと思います。また少し置いて2回目拭いていきたいと思います。少し時間を空けて2回目のクリア拭いていってます。今回はこれでクリア拭くの終わりたいと思います。クリア塗装これで終わりです。あとは乾燥させてから磨きの方やっていくか確認していきたいと思います。クリアの方もようやく乾いたので少しだけ研磨して磨いてみました。磨きの方は以前タンクを磨いている動画を上げていますので、そちらを見ていただけるとありがたいです。こんな感じで磨きの方も終わりました。ここは少し垂れてしまいました。カッターの刃で一応削って磨いたのですが、場所が場所なんでもうちょっと不細工ですが、このまま行きたいと思います。こんなはずでは。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.